こっちあそういう方式はい、これいいいいね、こういうのボリューム1のこの映像作品のテーマはズバリ何ですか？テーマね、はい、テーマって、そうこれはめっちゃ難しくって結構もう真っさらな状態で行ったっていうのもあって、うん、なんかこれっていうのを決めて行ったわけじゃなくってなんか本当にドリルシートとかももう全くなかったよ、うん、そうでもう行ってなんか現場でこう作ってくるみたいな感じだったからなんかテーマっていうのもあんまなくってなんか結構もう実験的な感じだよね。なんかこのマーチングの可能性をもっと引き出すためになんかこう映像を使って面白いことできないかなっていうのでやったっていうのが、まあ、一番の、まあ、ある種コンセプトみたいなところなのかなっていう感じかな。どこで誰が止めるんですか？あ、そういう方式そうそうそう自分で止めて、自分で止めて自分で喋るいやいやいや、ここみたいなねだってここのさ、このシーンとか今止めてくれたところもあのバック見てなかったよね、だってモニターモニターを見てないですねそうそうこういうやつですねそう何って感覚でしかなかったですねよね、最初の方切れてたりしてたけどめちゃくちゃ綺麗に全部ハマってるよね、うん、そうですね、結構テイク化されたところですね。ここはあの当時ジンバルも結構前古いやつを使っていて、あんまり下げるとすごい震え出すっていうどういうことシステム的にね、システム的にね、あ変なやつ使っちゃってたんです。変なやつ本当ここは感覚だけで行ったんですけど、まあ、みんなの顔がしっかり入ってよかったなって思います。左上から実はこう光がパッてさしてるんですけど、それもあのルオー君っていう端の子がいるんですけど、やりの子ね、うん、この子の髪の毛の色がすごい綺麗に生えてるなと思ってテイクにしました。なるほどね。後ろから出てくるのもかっこいいですよね。これ最初あ最初ね、そうそうそう、2人にいない、2人後ろにいないって思ってたからずっと、うんうん、めちゃくちゃ仕上がり見てかっこいい、これは写真ではできんやつやって思いました。あー確かに、うん、冷たいとこいっぱいありすぎる。いやいいよいいよ、止めていこう、止めてるところもう終わりましたねあいいよいいよ、終わりましたね。そう、この後ろにね、2人待機しててって感じだね。ちょっと腕が見えている。冷たいとこで持ってきましたね。あれですね、難しいですね、これ。ちょっと待ってボタン。ちょっと欲しい。千鳥に教えてもらう。これいいのが、この3人のこの後ろでちょっとハイタッチみたいな、なんかこうアイコンとかと、そうちょっとアイコンとかしてるんだよね。あ、それそれです、そこが言いたかったんですよ。そうそうそう、それですね、それです実は映ってないところでやってたのもしましたよね。そう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 、すごいよかった。でも 両端にあの2人いたじゃないですか。いたね。その時も始まる時にちゃんとアイコンタクト取って始めてて、うん、そう確かに確かにやってたね。中盤ぐらいまで出てこない2人もちゃんと入ってましたね、うん、アイコンタクトに。かなり青春感ありました ね。こういうのやりだしたのは多分2日目のもう佳境に入ってからそう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 みんなある程度やけくそ感が出てきてからのはい心臓みたいな確かにだ、それすごい良かった、うん。しかもこの後ろでもさ、こう待機してる場所が決まっていくやんか、はいはい、それがなんかドリルっぽくなってて、それもすごい面白いなって思ったよね。そう、千代ちゃんとかさ、こう後から入ってくるからめちゃくちゃ後ろで走ってんのよね、あれ見えてないけどそう、映らないように映らないようにって言ってめちゃくちゃずっとワックの背中ずっと追いかけて、で綺麗なところのタイミングで入っていくみたいな。そう、なんか今までこうなかった、なんかドリルっていう概念も完全に覆してた感じっていうか確かに、そうフレームの中に入ったらなんか 入った形っていうか、うんうんうん、なんかフレーム外も全部袖みたいな感じのイメージだったよね、うんうんうん、不思議でしたよね。だからそのフレームが動いていくからっていうのが、うんそうねそうね、今まで本当にないことやなと思って、うんうんうん、最初はね、なかなかこうスネアのメンバーも苦労してたと思うんですけど、どこまでが映ってどこまでが映らないのかって分かんないじゃないですか。確かに、それをなんとか感覚でつかみながらすごい面白いものできたなと思うんですよね、うん、
だって最初何回ちょっと今の忘れてって言ったかもう覚えてないぐらい言ったもんね俺。ありましたね。なんかそうなんか何個かコンって多分3枚ぐらい作って、はい、はい忘れてっつって、はいこの話作って、はい忘れてとか言って、もう一回ゼロからみたいな、ね、何が本物みたいなっていうのあったよね。夏希くん恐怖でしたって言ってましたよね。言ってましたね。一回忘れては恐怖。そうです。頑張ったのに。頑張って覚えたのにすぐ忘れてとか言われるからみたいな。確かにな。大変やったよね。ここめっちゃ綺麗じゃない？いや。止めよう思いました。めっちゃわかるわ。ほんまにドリルがすごい綺麗だったんですよ、うん、最初に、うんうんうん、2人から1人から3人5人なんて増えていくのがすごい綺麗だったんで、うんうん、確かにめちゃくちゃ綺麗綺麗やし、ここからのこのうわーって走っていくズームされていく感じ、このそうそうそうですね、こうみんながはっきり映って最後に千尋ちゃんにパンっていくところがもうめちゃくちゃかっこいい。かっこいいですね、うん、でもジンバルも普通にこう持って歩くっていうのはこうやってましたもんね。そうやってたね。いかに距離を稼ぐかみたいな。そう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 、かっこいい、うわかっこいい。いいね、これいいです。よかったね、かっこよかった。みんな足苦労してたけど誰か間違ってるんですけど間違ってるんですけど、それもなんか一発撮りの良さですよね。確かにね、めちゃくちゃかっこいい。このえ映像であれを撮っててこの角度撮れるみたいな、めっちゃこう、そう、この時のジンバルの画面は見てないですか。そうですね、感覚やね、これ感覚。奇跡のショットですよね。感覚見てないシーンが1本に2箇所もあるってすごいですよね。そう、恐怖がね、なんか撮れてんのかなとか、いか確認させてんのやつですよね。そうそうそう、大丈夫かな。はい、はい、最初に戻る。なんでだ。はい、ボリューム1鑑賞終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ改めて見ても本当によくできてるよね。1回目とはちょっと思えない感じはあるなって思って、そう今見返しも全然見れるなっていう感じだね。人がいっぱい集まってくれましたもんね。本当に良かったですね、うん、全国から集まってくれましたね。本当ね、ボリューム1をまだ見たことがない方はぜひこれを機会にもう一度私たちのボリューム1の作品を見てみてください。そして見たことがある人は今の映像と私たちのコメントを聞きながらまた見返していただきたいなと思います。それでは次はボリューム2の振り返り動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。